歩いてしびれてる感じはある？あるない？ちょっとあるんで、しびれてる感じある？ちょっとある？あるはあるんです。ある？よいしょ、ちょっとあるね、ここね。ここで、ちょっと蹴るようにしたら、蹴るようにして。もっと前に、蹴ってきて、そう。そんなの方が見えない。はい、そうです。はい、今反対見て。3往復ぐらいです。そんなオーバーね、もうちょっと自然で、そうそう、それで、それ、そう、はい、あともう一回、はい、二回、蹴ってくれてくれて、そうそう、蹴ってくれてくれて、後ろに蹴ってくれて、そう、後ろに蹴ってくれて、はい、それで反対に、もう一回ね、そうそう、すごい指に力かかってるでしょ、指に力がかかってるでしょ、地面から、わかる？これで今歩くってことは今みたいな。いや、当時あれ、熱かったから、ちょっと忘れてる。うん、今、ちょっと見て、痛みの具合、感じ。こんな感じ。ちょっとマシかな。ちょっとマシと思う。うん、これが、これが座り方は、見方だ。だから今、こんな歩き方してないでしょ。してない、してないと思うけど、こういう歩き方してないから、痛みが出てくる。こうやったらそうでもないでしょ。あ、後ろに蹴るの？あの、風呂の中で結構ちょっと歩く、うん、風呂の中で歩いてるけど、風呂の中の歩き方よく見たな。今そうでもない。風呂の中でもこういうの歩いたらいいわけ。うん、ではないと前進めないでしょ、風呂の中。今黙って歩いてるけど、どう、うん、大丈夫、大丈夫でしょ、うん、大丈夫なわけだろ。もうちょっと歩いても足は温かくなってくる。立ってきたように忘れちゃう。この歩き方がいいんですか？うん、この歩き方してなあかん。そうそうそう、うん、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと自然な感じでやって、そんなに大きくはない。そうそうそう、こんな歩き方教えてんの、ここでは。先生が勉強しました。うん、そうそうそう、18ここで、うん、ここで、うん、この場所、順位はちょっと横でやるの、これね、うん、昔からこうやってる、はい、今、大丈夫でしょ、うん、分かる、分かるでしょ、うん、だから、それをやらない、ここはそれを教えて、それも教えてんのに、ちゃんとした歩き方いうのがあるわけ。でも、治療は治療でするんやけど、歩き方は そういう歩き方があるわけ。自転車乗るときは、自転車乗るときにね、乗るときは乗るときにまたあるんだけど、まあ、そんなやらなくてもいいよ、はい、だから、あの、マシになるでしょ、なるような気がする。ラジオ足もあったかなるよ。あと筋肉の使い方がまず使い方がまずよ、下向き